おはようございます。youtube 講演家の鴨頭嘉人です。本日の提供は女性映画監督、西畑美穂監督の青い竜は少女を乗せてを応援する日本一た焼きの山本竜二さんの提供でお送りいたします。え、このスポンサーコールはどんな？ 内容かっていうとですね、あの、西畑美穂さんっていう女性監督がいてですね、ものすごい才能を持っていて、もともと僕のやっていたオンラインサロンの告知ムービーとか作ってくれたり、私は自分の仕事が大好き対象のムービーを作ってくれたり、えー、チップですね、えー、日本チップ普及協会のイメージムービーを作ってくれたり、えー、そして、鴨頭義人の カモネツ大陸を取ってくれてる監督なんですよで今、えっと、その西畑美穂監督が第5回日本国際観光映像祭のファイナリストに選ばれていてでこの後優勝できるかどうかは実は皆さんの力で決まります、えー、3月12日の23時59分までのページの閲覧数 まあの映像を見ていただくっていうのが一番シンプルで分かりやすいと思うんですけれどもこの「青い竜は少女を乗せて」という7分28秒だったかなの映像の方ちょっと URL を貼っておくので見てみてくださいあのー、鉄道の映像っていうからてっきり鉄道がフィーチャーされた映像だと思ったらもうねこの女子高校生の心の揺らぎ を表現したショートムービーになっていてあの見終わった後に妙に自分の心がすっきりする映像になっていますえ僕のお気に入りのシーンはですねちょうど3分58秒から4分ぐらいのところかなであの電車からえ主人公が降りてくるシーンをバックミラーって言えばいいのかなあれ鉄道のバックミラーみたいなのがあってかなんか 普通の道路で言うとカーブミラーぐらい大きいやつそのなんだろうすごい自分を客観視するシーンの後に普段見逃していた日常の景色に切り替わるところが好きです <laughs> ちょっと今日の放送にもつながってくるんですけど、まあ、今日はね「自分を大切にするとは」っていうボイシーさんのハッシュタグ の企画について話そうと思ってるんですけど、このまま話しちゃいますね。自分を大切にするとはっていうハッシュタグなんですよ。で、僕が思う、自分を大切にする。なんか三つの具体的なアクションがあるなと思っていて。で、それ何かっていうと、まずは自分を好きな人に合わせる。まあ、これは特に僕がね、人が好きっていう。 なんか人に会うと心が明るくなったり元気になったり感動したり心が動きやすいっていう自分のことも含めてでも、人間ってほとんどの場合はまあ人と一番触れ合った時に影響を受けやすいんじゃないかなと思っていてほとんどの人がこれまでの人生を振り返った時にああの時自分の考え方が変わったなとかあそこから自分の人生の次元が変わったなっていう時にそこに人というのが介在していることが多いと思うんですよね。 今も多分皆さん心の中で思いませんあの人に出会ってなかったら今の自分ないなって思う人っていると思うんですよねそれぐらい私たちは人に影響を受けると思うので自分を大切にするときには自分のことを大切にしてくれる人や自分にプラスのエネルギーを与えてくれる人に自分さんを合わせてあげるえこれってとっても大切にすることにつながっていると思います 2つ目が自分の状態が良くなる体験をさせてあげることだと思っていますでこれはもう本当に好きなことをやるっていうことともうそのままイコールだなと思っていて例えば音楽が好きな人だったら音楽を聴くとか大好きなアーティストのライブに行くだったりとかまあ絵を描くのが好きな人だったら絵を描くだったりとか料理が好きな人だったら料理を作るっていうふうに体験ですね 好きな体験ををししてててているるるっっ自分のことを大切にしてることと繋がってるとと大切にが思うんですよねやっぱり自分の好きなことを我慢して好きじゃないことばかりをやってる時ってやっぱり自分さんがこう細胞から喜んでないんじゃないかなと思っていてもちろん人生ね生きていれば今はちょっとやりたくないことでもやるっていうシーンはあるとは思うんですよ。例えばお仕事そのものは大好きだけど通勤は楽しくない。 だから通勤しないってわけにはいかないから通勤はするみたいなねそういうのはあると思うんですよねそれぐらい人間っていうのはやっぱり日常生活の中で全部好きなことで埋められないかもしれないけれども少しでも好きなことをやってる時間を増やしてあげるっていうのは自分のことを大切にすることにつながってるんじゃないかなって思いますそして最後3つ目が好きな景色を見せてあげる まあこれ結構深いいなと思っていてあの僕あの映画とか大好きでいろいろ見るんですけど「8日目のセミかな?」っていう映画があってまあこの映画は非常に重いテーマでまあ,あるお母さんが子供に恵まれなくってでえっと他の人のねお子さんを小さい頃に誘拐してそのまま何十年も育てるっていうまあ犯罪。 犯を犯してしまったお母さんのね心情を描いてるんですけどまあそのお母さんがあの大きくなった育てた娘にまあ実際には犯罪を犯してしまってるんだけどももうその旅が終わるんですよその逃避行逃げてるえそのラスト近い時にもっと綺麗な景色を見せてあげたかったっていうセリフがあって まあもちろんそれは重いテーマで犯罪の話なんだけれどもそのお母さんの中にある一番も法律だったりとか、ね、その他人を傷つけないっていうことだったりとかもうそういうことを全部そぎ落とした根底は愛しかなくってその愛の権限その愛の表れは愛する人に綺麗な景色を見せてあげたい。 っていうつながっているっていうのが分かるシーンだったんですけど僕、それがすごく印象に残っていてな,どうなんで印象に残ったかというと僕、その映画のシーンを見るまで自分に綺麗な景色を見,見せてあげようとか自分の家族とかに綺麗な景色を見せてあげようっていう発想が全くない人生を送ってたんですよね。でそれ以来 きれいな景色を見せてあげるっていつも意識してるわけじゃないけど旅に行った時とかあこの景色なんか自分に見せてあげれてよかったなって思えるようになったんですよねで今回の西畑美穂監督の「青い竜は少女を乗せて」っていう映画では一番こう感情の転換点となる印象になるシーンがその4分ところ4分ちょうど中盤 から後半に差し掛かるのかな4分くらいのところでで景色を見るんですよねでそれは、えー、一生懸命自分の仕事を楽しんで働いている大人の人と一緒に日常だったら見逃してしまってる景色を見てこんなに綺麗だったんだっていうふうになって自分にその景色を見せてあげるっていうシーンが僕はすごい好きでもうこのシーン があるから何回も再生して,しまうっていうなんかまあ映画を僕を応援しようと思って見たんですけど逆に映像からら自分がエネルギーをもらっっってててるなって思ってますあの今日の話をまとめると自分を大切にするっていうためにやれることは3つあるなっていうのが僕の考えで一つ目が大好きな人に自分を合わせてあげる。 大好きなことを自分に体験させてあげる3つ目が大好きな景色を自分に見せてあげるこの3つをやってあげれば自分を大切にする時間とか頻度が増えるんじゃないかなっていうふうに思ってます、えー、皆さんにとって大好きな人大好きなこと大好きな景色ってどんなものですか え、コメント欄の方によかったら書いてみてください。それでは今日という一日が皆さんにとって最高の一日になりますように。せーの、いいねー。あ、西畑美穂監督のあの映画、ぜひ見てみてください。ほっこりします。